え500万年以上ある人類の歴史の中でそのかなり人類はアフリカにしか住んでいませんでしたそれも東部アフリカにあります第一皇帯という今後を中止とするような地域において人類は生まれそこの環境に適応して長く住んでいたというふうに考えられますしかしこの人類がアフリカを出てアジアをはじめ世界に広まっていくという 過程がございますこれが人類の「出アフリカイベント」というふうに呼び名はされているものであり今から100万年ないし150万年前の頃に人類はその長く住んでいたアフリカからヨーロッパアジア新大陸へと広まっていったというふうに考えられております。この中の中アアジアに広まったグループが モンゴロイドという人類集団を形成しその人々が南北新大陸に広まっていったというこれがまあ旧石器時代の大変重要な出来事であったというふうに考えられます。